クヌド・ラスムッセン・クヌート・ラスムッセンは、グリーンランドの極地探検家で人類学者である。エスキモー学の父と呼ばれる。北西航路をはじめて犬ぞりで横断した。グリーンランドやデンマーク、カナダのイヌイットの間では、よく知られた人物である。グリーンランド、ビルリサットのデンマーク人の宣教師の家に生まれた。母親は、イヌイットである。 グリーンランドのイヌイットの中で暮らし、彼らの言葉や狩りの方法や、犬ぞりの使い方、厳しい気候の中での暮らし方を学んだ。後にシェラン島の北部の町、リンチで教育を受け、20歳頃までの2年間、俳優やオペラ歌手を目指したが成功しなかった。1902年から1904年にかけて、ザ・リテラチュア・エクスペリションと呼ばれる最初の探検旅行をヨルゲン・ブロンランド。 ハラルド・モルト家、ルート・ビヒ・ムーリアス・エリクセンと行い、イヌイットの文化を調査した。帰国後、公園旅行を行い、1908年に、イヌイットの風俗をまとめた、旅行機ザ・ピープル・オブ・ザ・ポーラー・ノースを出版した。同じ年に、ダグマール・アンデルセンと結婚した。1910年に、友人のピーター・フロイヘンとグリーンランドのケープヨークに、トゥーレトレーディングステーションを設立し、 ここが7回にわたるラスムセンの探検旅行の基地となった。1912年にラスムセンとフロイヘンは、ピアリーランドがグリーンランドと海峡で隔てられているというアメリカ人探検家、ロバート・ピアリーの主張が正しいかどうかを確かめるために最初の探検を行った。内陸合理地帯を1 0 0 0トルにわたって探検し、ピアリーランドが半島であることを証明し、 王立地理学会の会長クレメンツ・マーカムから犬ぞりでなされた最も優れた業績と称賛された。この探検について、フロイヘンはベイグロンとバイキングと会い、セイルド・ウィズ・ラスムスセンの2冊の探検記を出版した。1916年から1918年の間に行われた2回目の探検は7人のチームで行われ、これまで知られていなかった。 グリーンランド北海岸部の地理情報を得るために行われた。この体験ではラスムス戦の探検の中で唯一二人の犠牲者を出すことになった。この記録は1921年にグリーンランドバイザポーラーシーとしてまとめられた。1919年にロアールアムン戦に協力するための3回目の探検を行い、1919年から1920年には グリーンランド東部を探検し、アンマグサレックの近くの民族学的資料を収集した。1921年から1924年の間に行われた探検は、エスキモーの人種的起源を探求するために行われ、現在デンマークの博物館に展示されている民族学、考古学、生物学的資料が収集された。10巻からなる。 ザ・フィフ・ストゥール・エクスペディション1921から1924は1946年に出版された。探検隊はカナダ東部北極圏で標本の収集やインタビュー、発掘を行った。ラスムッセンはチームを離れ16ヶ月にわたって、二人のイヌイット漁師と犬ゾリでアラスカのノームまで北アメリカを横断した。さらにロシアに渡ろうとしたが、 ビザが取れなかった。この旅行記は1927年のアクロスアークティックアメリカにまとめられた。カナダで2006年にザ・ジャーナルズ・オブ・クヌード・ラスムッセンとして映画化された。この間、1923年には北極圏における探検の功績に対してイギリスの王立地理学会から金メダルを贈られた。その後7年間、グリーンランドとデンマークの間を旅し、 講演と執筆を行った。1931年にノルウェーとデンマークの領有を争ったグリーンランドの東部の調査を行い、1933年に7回目の探検でキビヤックによる食中毒になった後、コッペンハーゲンで肺炎で死亡した。ありがとうございます。